京山ブリスターズお笑いさよなら中日エンゼルス負け。もう終わりだよこの球団。よしかったな、クソが。の繰り返しの3連戦ストレスしかない。守備固めしたのになぜ。ダントツ最下位のヤクルト相手に何やってんだよ。守備固めなんてやらない方がいいな。こらこっから落ちてくな。こういうチームだから仕方ないな。祝勝会来た。もうダメだよ、前半で力尽きた中継ぎ崩壊しすぎて先がないよ。キョヤが祝勝会会場はこちらですか。おう、今まで見てた試合とは違う世界に来たようだな。去年の巨人みたいなことしてるな。初戦のルズベルト返ししててくさ。守備固めなのに肝心な巻きだけを残してショートバンド取れないという。守備が終わってて無理だなこのチーム。 100% 中継ぎ出したら負けやん。俺初めてこの言葉使うんだけど、今日は今季のワーストゲームだわ。ベイの祝勝会場に遊びに来やしたぜ。ご視聴ありがとうございました。